女性の賃金は男性の6割に達してないんですね。総合職の女性 8%、 一般職は 93.5%。 総合職と一般職の賃金格差がそのまま男女賃金格差になってるんですよ。でこれはね、裁量区分の差であって女性への差別ではありませんよっていう説明なんですけれども、それで良いのかが問われてるんです。それそのもの自体が間接差別に当たるものではないと承知をしてございます。それではね、格差是正にならないですね。ボス別人事制度取っていたらいつまでたっても格差是正になっていかないんですよ。